家での山伏です。この谷小峰葛城をしまい、ただいま本国へ流れ下る。まずそろりそろりと参ろう。嫌なことに山伏の行は野に伏し山に伏し、あるいは岩木を枕伏し、難行を苦行をいたす。その既読にはそらどずとりごもまのまえれ命落とす。これは山伏の行力です。いや、今朝宿を早々立ったればしきりに眠うなった。あたりにまどろむところはないか知らん。おや、これに大きな藪がある。さらば入ってみよう。やったな。はあ、外から見るのは違うで、平等とした涼しそうな宿じゃ。さらばこの辺りでまどろもう。
出させとを存ずるところに、ある人のおぼせらるるには、それへかたつむりを参らすれば、いよいよ長寿疑いないとのことじゃによって、汝は大にながらそのかたつむりを取ってこい。かしこまってはござれども、そのかたつむりと申すものはどのようなもので、またどこもとにあるをも存じませぬ。これはもっともな。まずかたつむりというものは、頭が黒うて腰に貝をつけ、おりおりは角を出すものじゃ。はあはあ、角を出すものでござるか。大きいは人ほどもあるという。やぶには必ずいるものじゃによって、いずれのやぶへなりとも言って取ってこい。その気でござらば、かしこまってござる。うちも忙しい。よぼいでやがて戻れ。心得ました。はさてもさてもめでたいことかな。王子の様にはなおなおご長寿なさるぬよう、かたつむりを取ってこいと仰せつけられた。まずいつでのやぶへ参ろうぞ。
たものもありばあるものでござる。山伏を見て、カタツムリではないかと申す。よいよい、それがしなカタツムリじゃと申して、キャツをさんざんに殴ってやろうとさんざる。いやのうのう、ほやな、これによりまする。すれば真実、カタツムリを尋ぬるの。さようでござる。何を隠そうありようは、みどもがカタツムリでおりゃる。はあはあ、すればこなたな、カタツムリ殿でござるな。なかなか。さて、しらが苦労で、腰に貝をつけたものじゃと申しましたが、こなたにはそのようなものがござるか。さてさて、それは念の言ったことじゃ。まずお見やる通り、型のごとく頭が黒いではないか。まことに黒をござる。お貝は今にするぞ。はよう見せてくだされ。おそれ、お、それ、お、それ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 、え、なにと、貝であろうがの。まことに見事な貝でござる。また折々は、角を出すものじゃと申しました。なに、角。なかなか。角。カタツムリが流行って、みどもも